はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。最近すごくね、こう寒くなってきました。寒くなってくると、こう夜のなんか夜の空気の匂いっていうかがするの、皆さん分かりますかね。僕はね、なんか昔からこの秋とか冬のこの夜の匂いっていうか空気の匂いがすごくね、こう大好きで、まあ寒いけど、まあそういうね楽しみ方もあるかなとは思ってます。はい、今日は久々に皆さんにこう中華街の行け込みの様子を見ていただこうと思います。ではね、早速行ってみましょう。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。この場所はですね、バックに映る影もこう一緒に行けるような形で行けてます。まあ、そういうところを見ながらもう一度見ていただくと面白いかもしれませんね。でまあ、全然関係ないんですけど、まあ、いつもこうトレーナー、寒くなるとジャンパーに長 T か T シャツみたいなね、その他にねな感じでずっとフラワー TV をやってますけど、これからね、ちょっとファッションも少しこう考えながら行ければなと思ってます。まあ変わるか分かんないですよ。まあそういう風に行きたいなと思ってます。なんかねこの動画見てて、僕全然こうファッション無頓着なんですけど、ジーンズのポケットにめちゃくちゃ穴開いてるの気づきました。気づいてないですか。これね、やっぱりね、ちょっとそろそろまずいかなと思ってるんですよね。なのでもう少しこう服装なんかも、ちょっとかっこつけていけたらいいのかなと思ってます。まあ変わるか分かんないですけど、そのあたりも楽しみにしていてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.